だからいつも言ってんじゃん、ポンズ大好き。閲覧は稼ごうと思ったら稼げるの。ただ、荒れるから嫌なんだっつっての。さすがに、もうこんだけキャリアあったら、閲覧取ろうと思ったらいつでも取れるの。こんばんは、みつけ。前の BGM よりいいね。うん。音ボケ系っていうか、のほほん系だったけど、これ結構合ってるよね。8ビート。これは、これともう一個かっこいいやつあんだよ。もう一個ね、すげえかっこいいんだけど、ちょっと使いどころが難しいんだけど、これはマジでかっこいいよ。普通に楽曲としてかっこいいと思った。流します。これやばいよ。これみんなかっこいいっつったもん。ただ、これは動画用だな。映画の時に使う。いくよ。これめちゃめちゃかっこいいんだよ、これ。おー、吉田さんどうも、ツイッター。やばくないこれ。オフ会配信するかどうかわかんないね。その時、みんなが配信してっていう、その時の流れだね。これやばいよね。ただこれはね、通常の BGM では使いづらい。そう。最後までかっこいい感じ。これかっこいいよね。高田さんフォローありがとう。フォローありがとう。これはかっこいいね、最後まで。でも、通常の、なんか雑談の邪魔にならないのはこっちだと思ってる、俺は。ハイテンポではないな。ハイテンポではないな。うん、今、知ったかしたな、ニャーが。だって BPM、てん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 、うった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 だよ。ハイテンポではないでしょ。ハイテンポって、テンポって BPM のことを言うのね。テンポってスピードの、音のスピードを言うの。これだったら、1、2、3、4、2、2、3、4っていう。ゆっくりでしょ。ハイテンポっていうのは、タンツクタンツクタンツクタンみたいなのをハイテンポっていうの。テンポはスピードのことを言うの。リズムの。BPM のことね。ミルマースカラスのスカイハイ。うん、田村さんはどつゆ、うん、レオいらっしゃい。聞いた？みんな。昨日の弁当太郎さんの枠見た？泣くねえか。泣くねえか、あれは。俺ね、もうね、本当にね、タイトルにも書いてるんだけど、口だけのやつ多すぎるんだけど、マジで。知らねえよ、配信のネタかさ、盛り上げるためにやったんだとかさ、くだらねえこと言うかもしんねえけど、本当に俺は、口だけのやつ世の中にどんだけ多いなと思って。セブンと TJ とポンスケ、正式に辞退だって。考えられねえよ、マジで。いいんだよ、別に。配信盛り上げるためにやったんだ、でも。俺はでも嫌いだね、そういうの。俺は別にセブンさんとか TJ さんとか絡みないからどんな人かわかんないし、ヒカルくんと因縁あるっつっても俺とはないから、俺は別に個人的にディスることはないけど、どう思う？やる気のねえやつは去れよって。ユイガも含むわ。ユイガももちろん含むわ。口だけの一番典型的なパターンじゃねえかよ。昨日コメント打ったけど。ユイガもちろん含みますよ。風船プレゼントありがとう。
辞退なしになったの？わかんない。話し合って辞退、いや、ツイッター見たら、キャスリポさんのところで正式に辞退って書いてあったけど。でもね、引っかき回すのよくないよ。うん、引っかき回すのよくない、うん。俺は弱いよ。俺は強がったりもしないけど、俺は弱い自覚があるけど、俺は口だけのやつ嫌いだから。便所太郎さんかわいそうだよ。俺は最後まで言ったけど、今回のイベントに関しては最後まで便所立てるから、うん、あ、撤回出ますになったんだ。バカじゃないの本当に。パイセンは昨日の枠見た和道さんの練習配信をロムってます。あ、そうなの。いや嬉しいじゃん。あ、モニター壊してたのは見た。その後、あ、でもキャスリポさん書いてあったわ。撤回したんだって。それでもないと思ってるね。くだらねえよ。そんなことの前に練習したらどうなの？だから半端なんだよ。なんなんだろうね。わかんないけど。パルパルにしかり、口だけのやつ多すぎるよ本当に。あ、でもお腹絞れてきたでしょ。見た？ツイッター。お腹絞れてたでしょ。顔もシャープになってたでしょ。格好だけって別にいいんだけど、それでついてくるリスナーの層に、ね、すげえ、セブンさんすげえ、誰々さんすげえってなって、お山の大将じゃん、キッズたちに囲われて。俺、もともとガキにそういうことやってないから。俺嫌いなのね、ガキ相手に。子供騙しって言うんだよ、そういうの。うん。で、子供騙しって恥ずかしいことは、大人の世界では。だから、うち年齢層高いでしょ。うん。ほっこりお兄さん渡す、一句渡す。俺は子供騙し嫌いだから、うん、痩せるっつったら痩せるし、勝つっつったら勝つし、出るっつったら出るんだよ。できるかできないかじゃないんだよ。やるかやらないかなんだよ、うん、いや、バエさん煽って正解でしょ。バエさんは病気なのに出るっつってんだよ。ダセーよ本当に。口が裂けても出ませんなんて言えねえよ。口だけでも威張れるってすごいんだ。俺はクソダサいと思ってるけど、結果だから全ては。ワドツー、武蔵さんいらっしゃい。寒い、ジャンケンさんいらっしゃい。おい、ワドツー、ジェイいらっしゃい。昨日ね、新野町が盛り上げてくれて、三品ね、すごい良かったね。あ、俺新野町すげえいいやつだなと思った、野町、うん。どうなんだろうね、その辺はさ、あの、勘繰りになっちゃうから俺はやらないけど、男が出るってサインまでしてさ、だったら黙って50万持ってこいよって話でしょ。うん、あ、わかんないね、いく、うん。俺は飲んだんじゃないから。のんたんに、もし本当に大丈夫か心配だったら、のんたんに DM 送ってあげて。DM っていうか、ツイッターでリップ飛ばしてあげて。うん、500いってた。何が ?500? 何がいってたの、うん、バレーニョいらっしゃい。バレーニョありがとうね。嬉しかったよ。バレーニョが心配してくれて、昨日 DM、DM っていうか LINE くれて、のんちゃんのこと追っかけなくて大丈夫かって言ってくれて。嬉しかったよ。閲覧人数800ぐらいいってたよ。500じゃなくて最高記録だね。800だね。同時閲覧ね。でもまだニコ生のピークの時まで超えられてねえな。まあ、ふわっちで800はいい数字かもしんないけど。ニコ生の時は、立ち見 A、いい時で B 出てたから1500人ぐらいだったんだよね。いや、俺は負けることは恥ずかしいことだと思ってないよ。それよりも、自分が恥かくのが怖いとか、メンツの問題で逃げるっつうのがダサいと思っててさ。だから赤木さんと同じ意見なんだけど、メンツを守ろうとしたわけじゃん。そんなくだらねえ。
戦ってるやつの方がかっこいいよ。ボロボロに負けてるやつでも勝負してるやつの方が俺は大好きだよ。それが男だろ。もちろん負けることは誇らしいことじゃないけど、戦ったっていうことは勝負したってことだから。ふわっちだとまあ多めかな、最高記録かな俺の。でも別になんかたまたま運が良かっただけだと思ってるから、まあ閲覧増やそうと思ったらいつでも増やせんだけど、最近そのスタイルあんまり好きじゃなくて、旅はいつから再開だろうね。うん、俺の普段の放送を見てたらそれはわかるはずだよ。うん、もう一回言うけど、もう一回聞いておいてもらいたいんだけど、俺は過去と未来はないと思ってるの。好きな人と好きな時に好きな場所で好きなことを好きなだけやりたいの。だから俺が旅再開したいと思って動いた時は旅再開だよ。俺は今やることがあるんだよ、他に。見栄より意地っていうか、まあ意地、まあ意地は大事だよな。うん。あやか、あやか、来てる、あやか、来てないんじゃないのか、わかんないけど。なんで？うん。いや、飲んだら連絡取れてないよ。うん。だからまあ、毎日俺は楽しく自由に、自由が似合うじゃん。自由になりたくて。人間は自由になるために生まれてきたと思ってるから。俺は自由になる以外のことをあんまり考えたくない。虐待？え、猫虐待？あ、そうなの？なんで？ワード2、上田彩、いつもありがとう。アイテムありがとう。うん、別に表現する場所が違うだけだと思ってるから。今日もね、このままね、北海道行こうかなとか考えたんだよ、うん、本当に。今日の朝起きて、まあ1時間前ぐらいに起きたんだけど、シャワー浴びて、まあ、北海道行こうかなと思って。そうだね、うん、あーそうなんだ。あやか全然来てないな。まあ気をつけてっていうか、別に気をつけないけど別に、うん、うん、警戒はしないよ別に。普通にあのリスナーさんだから、うん、普通にいろんな人がいるからいろんな意見があっていいんじゃない。まああやかは来てないよ。とにかくハメダの1000万の企画、俺はいい企画だと思ってるけど、うん、いい企画だと思ってるけど。そうだね、朝起きて沖縄に行こうかなっつって沖縄にいるっていう生活だよね。最高だよね。俺もそれを追い上げたくて生主選んだから、まだそこまでのステージに行ってないけど、まあ日本国内ぐらいだったらできる生活できるようになったかな、うん、かっけえだろ、勝ち取った。なんだろう、俺はなんか、なんつうんだろう、とやかく言ってるやつがあんまり好きじゃなくて、ネットとかでもそうだし世間でもそうなんだけど、亀田が企画出しました、亀田が弱いと思ってるんだったら出ればいいじゃんって、うん、ただそれだけなんだよね。でなんか天心の方が強えとか、天心蹴ってなんだよテレビみたいだなって言ってるけど、それを言っていいのは俺は天心だけだと思ってて、天心は威張っていいと思ってんの。亀田逃げたよって言っていいのは天心だけだと思ってんの。もしくは他の強いやつだけだと思ってんの。審査落とされた企画、和道の企画パクられた。いや全然俺1000万出せないから、うん、だからなんつうんだろう、まずお前ら審査出したのっていう。辰彦さんは出したんだよ。だ辰彦さん言っていいと思うよ。俺亀田より強いんだよねって。亀田逃げたんだよねって言ってほしいんだよね。うん、だ俺は亀田は世界チャンピオンになってるから間違いなく強いと思ってて、俺より。で、結果を残してんだよ。で、亀田のことディスれるやつは亀田より強いやつだと思ってて。そうじゃない？普通に考えて。うん。亀田より稼いでるやつとか、亀田より有名なやつとか、亀田より結果を出してるやつだけだが亀田を叩けるんだよ。俺亀田より結果出してねえから、俺亀田叩く気ねえよ。うん、亀田より結果出してから叩くわ、うん。そういうなんか現実逃避のツールに亀田が使われてるって俺は思ってるから。う
彼は一流だと思うよ。だ三流の人間が叩いてるだけでしょ。だからいつも中島みゆきが言ってんでしょ、うん、戦う君の歌を戦わない奴が笑うだろうって。戦ってる奴は吠えないよ。テレビみてえだなとかやらせだろうって当たり前だろ。番組なんだから当たり前だろ。1000万もらえるんだよ。1000万もらうってどういうことか考えろよ、うん、選ばれし者だけなんだよ。素人が買ってはい1000万なんてもらえるわけねえだろ。捨て頃に限ってもそうなの。よく言われんの、俺も和道とやりてえわ。おい和道、俺とやろうぜ。あのさ、喧嘩の強さ競う大会じゃないんだよ。うん、だったらお前閲覧どれくらい集められんのって。そもそも配信者なのって。配信者格闘技祭って書いてあるぞ。配信者として実力あるのないの、うん、そっからじゃないの。まずその大前提は分かってないんだよ。俺強いって自慢したいんだったら地下格闘技でも何でもプロレスでも何でも出ろよ、うん、半端なんだよ。うちこんなもんだよ。ロム線多いから。そうそう、まず企画のコンセプト理解してないぐらいバカだからそういうアホな発言できんのよ。強いじまい したいんだったらプロボクサーでも何でも目指せばいいじゃん。俺より強いやつなんか5万といるよ。ただ俺とやりたかったら俺と有名になったから言えよ。そういうこと。そういうこと。だから、それを全部含めてタイトルの口だけのやつが多いってことよ。だって俺がさ、アクティブ10とかの仮想配信者だったら出れると思う？絶対出れないよ、これに。でしょ？殴らせて何が面白いんだってなるでしょ？客金払うか？払わねえよ。自分が強い自慢の前に、まずお客さんが来るのかどうかだから、興行主としては。まずそっからだろ。その上で強いか弱いかなんだよ。どうなんだろうね。ネットだけじゃないと思うよ。そういうやつは居酒屋でもそうなんだよ。彼女どうなんだろうね。イベント自体クソイベント。そう？スイングアーム。俺はその素人の企画で、なんていうのかな、300人お客さんが5000円以上のチケット買ってるので、俺クソイベントだと思わないけど。あ、まあ金梅さんはすごいと思うよ。もちろんそこはディスってないでしょ。うん。でもまあ、金梅さんとか石川紀之とか来るわけじゃん。で、300人集めるの、じゃあスイングアームできるのかって言ったらできないわけじゃん。スイングアームできる？ 5000 以上のチケットで、これだけ客集めて、ギャラ配分してて。俺できないから、俺はすごいと思うよ。自分にできないことをやってる人は俺は尊敬できるけど。どうだろう。そこはリスペクトありなんだよ。あ、違う違う、ワトちゃんじゃないよ。アバメサバ落ち。マジか。今やってんだ、リアルタイムで。あ、いいんじゃん。サバ落ちは箔がつくでしょ。これで企画できませんだったら面白いけどね。
アメバか。アベマ TV でしょ。アベマでしょ。アメバじゃないよ。アベマだよ。ドジマの犬も間違えてるよ。俺も間違えたけど。アメバじゃない。アベマ。相変わらず名前良くないよね。そう。集客力があった上で強いか弱いかだと思ってる。アベマだよね。あ、おかげさまでですね、オフ会続々と集まってます。もし、オフ会来たい方は、3500円飲み放題軽食付き、新宿のキャスバーでやるんで、要予約制なんで、連絡ください。LINE にて受け付けてます。よろしくです。うん。アベーマ。アメーバがやってるからテレビ名はアベマなんだよ。そう。それは失敗したって言ってた。サイバーエージェントの藤田も。ちょっとひねりすぎたって言ってた。普通にアメーバの名前、でかいんだからアメーバ TV にすればよかったって言ってた。子会社がやってんだけど、テレ朝とテイクンで。子会社っていうかもう完全にそれ用の会社作ってんだよね。テレ朝と同時。で、資本3億で始めたんだっけな。俺はでもこうなるなって思ってたから。LINE ライブと YouTube と、これは。YouTube はまたちょっと違うんだけど、テレビ業界とくっつくのが一番いいよ。テレビはさ、ノウハウ持ってんだから。あ、だから、バズマーケティング狙ったんでしょ。わかるよ。だけど、語呂が悪い。わずと語変換させてるんだ。それはわかってるよ、道場のに。アベマじゃないよ、アメーバだよとか、そういう風に言わせることによって印象を残すっていうマーケティングがあるのよ。あいつらも、ね、サイバーエージェントっていうぐらいだし、もともとコンサルずっとやってるわけだから、電通博報堂みたいなもんだから。あ、そうなんだ。そういう理由なんだ。アメバ TV。うん、あ、そうなんだ、うん。それでも買い取るべきだよ。だったらアメーバでいいじゃん。アメーバ TV で。スペルが被ったのかな。どうせ英語圏に進出できるわけないんだから。俺、あれだよ。YouTube でずっと千葉スタイルテレビって言って、今から何年前だろう。22歳の頃だから、もう10年前か。10年前 YouTube で番組やってたんだよ。YouTuber って誰もいなかったよ、顔出し。ただ違法アップロードサイトだったんだけど、お店を取材してってやって、起業してた。だから日本で一番最初の YouTuber 俺なんだよ。ヒカキンの次の YouTuber じゃなくて YouTuber っていう概念がない頃に YouTuber やってたの。なアイディアはすごい的を得てたんだけど継続力がなかったね。全然闇に葬ってないよ。俺いつも言ってんじゃん、過去は変えられないって。他人と過去は変えられないんだよ。変えられるのは未来と自分だけなんだ。いやでも、まあ、なるようになってんだよ。結局落ち着くところに落ち着くんだよ。俺今でもいいと思うよ。出てきたでしょ。ないよ全然。タブーはあるけど、それは裁判沙汰とかの話だけ。別に千葉スタイルに関してはないよ。
姉ちゃんはどつ、この前ありがとうね。テルカドジモンいらっしゃい。いや、俺はね、いつも言ってんだけど、テレビの最下層にいる、売れなくなった、使えなくなった有名タレントっているじゃん。それがネットに来て、石川紀之とかこれこれが、テレビのひな壇とかに食い込むっていう、このね、ミックスが始まると思ってんの。ここが今、ぐちゃぐちゃになり始めてんの。で、それがもうちょっとギューってなって、メディアミックスが始まると思うよ。うん。だけどね、それはタレント事務所とかができないと無理だと思う。そう、こういう。配信者とかネットタレントみたいな、ウームみたいなのもっとできていかないと無理だと思ってる。で、今いる年寄りが全員死んでからだよね。だからもうちょい先の未来だと思ってるかな。うん、売れない芸人がネット、そう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 。いや、石川紀之これこれとかが一番近いんじゃないの。京一郎とかさ、ケミーキラーとか。うん。あ、CM してんだ。うん。ふわっち、この間芸人イベントやってたけど、みんな閲覧さんじゃ。いや、俺はあれはないなと思ってた。ふわっちに4つぐらい機能の追加お願いしたら検討してくれるって。おとといなんだけど、4つ機能の提案してた。した。まず、コミュニティ限定、フォロー限定放送機能を追加してくれっていうことと、ブロック機能の前のミュート機能、要はコメントだけ見れなくなる機能を追加してほしいっていうのと、あと通知人数を俺らが把握できるようにしてくれっていうのと、あとなんだっけな、バーって長文で送って4つぐらい機能の提案して、そしたら、FC2 とかニコ生のいい機能を紹介したの。そしたらすごい、すいません、恩着せがましいっていうか、なんか出しゃばすいませんって言って。でも、これ、配信者、ふわっちの配信者で、集まりがあると絶対この機能欲しいってみんな言ってるんですって言って。だから、俺、ふわっちの可能性信じてるから、ニコ生とか FC2 とか、キャスでいい機能あったら採用してもらえませんかって言ったら採用するって。社内で検討するって言ってくれたよ。コメント流れる機能はいらない。うん。俺は多分ね、テレビ向きだと思うよ。どちらかっていうと。うん。差し出がましいよね。あ、いや、何回もやってる、そういうの。それで機能結構、パン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 3ヶ月に1回ぐらい変えてくれんのよ。ふわっちはすごいユーザーライクだから、ユーザーの意見すぐ取り入れてくれるよ。だから、どん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 見えない形で進化してってる。だからあれだよ、ユーザーからも声出したら多分届くよ。一リスナーなんですけど、こういう機能あったら盛り上がりませんかって。テレビ出たいとかないけどな、別に。それよりも雑誌の連載とか、そういう5000円でも3000円でもいいから、月1回週1回とか原稿を取りたいかな、うん、ラジオとかも持ちたいし、こういう感じかな。お、ワン太郎お疲れ。テレビは終わってるっていうか、まあ年寄り向けに作ってるからな。年寄りからしたらオワコンじゃないんでしょ。年寄りは面白いと思って見てんだよ、あれを。テレビはまあひどいよ今。
テレビはまあ表現の場としては終わっちゃったよな、完全に。なあ、万太郎、こうやっていじってもらえるだろ？なあ？優しいだろ？こうやってキャラを作ってくんだよ。リアトツでも言われるよ、お前。あ、ニャン太郎さんですよね、とか。こういうの大事だから。いじってもらってなんぼだよ。こんばんは、ゆめちゃん。風船ありがとう。磨いておけよ、返しを。アメリカ人は返しうまかったよ。あ、直拓さんどうもお疲れ様です。直拓さんとちょっと話したかったんだけどな。直拓さん LINE やってないからパッとできなかったんですけど。ちょっとメールだと僕、文章打つのめんどくさくなっちゃう方なんで。直拓さん本当にお疲れ様です。でも、僕、直拓さんのこと、でもっていうか、直拓さん全然悪いと思ってないし、僕は。直拓さんすごい大人な対応だったし、俺直拓さんが怒ってる理由わかるんで。直拓さん全然本当に、いつでも声かけてください。僕は直拓さんが1ミリも悪いと思ってないですよ。直拓さんが大人だったからああいうね、風になっただけで。僕は直拓さんの生き様かっこいいと思ってます。だいぶ？みゆちゃん？そうかな？82キロまで体重増量して、今お腹だいぶへっこんだけど。トレーニングはね、今日筋肉痛が全部取れたんで、今日から再開しようかなと思ってたんだけど、一応東京先輩に声かけたの、今日やりたくて。そうですね。いや、騒がしたの申し訳ないとも思ってないですよ、僕は。ただ、直拓さんが便所さんの顔を立てたっていうのは、俺はすごいかっこいいなと思いましたけどね。俺は直拓さんが悪いとは思ってません。全然思ってないです。僕、あれですよ。動くんだったら動くんで、言ってください。直拓さんには恩がたくさんあるんで。荷物版、ありがとう、みやみや。まあ、荷物版とかね、ああいう裏方やんないと。研ぎ澄ましておいて、ワンダロー。いい？僕は直拓さんが、必要な時動ける人間でありたいんで。ヒカルくんも友達だし。声かけてください、いつでも。青山は余裕ぶっこいてるよ。でもあいつ弱くないかんね。青山弱くないよ。俺の方が弱いよ。だから面白いんだ。もともと生まれついて恵まれてるやつなんだよ。才能があるやつなんだよ。才能のねえやつがどこまでできるのかが面白いんだよ。だろ？俺はそう思ってるよ。才能のないやつほど面白いんだよ。俺、イージーモードじゃないからね。ハードモードだから。今回の人生。敵は弱くないよ。タバコまた切れたな。温泉行きたくない？温泉。今からまだ間に合うかな？今からプラッと旅出る？ねえ。こんばんは。新宿のバスターミナルでどっかバスのチケットとか売ってんのかな？旅に出るちょろっと。プチ旅。シューティングゲームに出てくるようなバリアはない。丸く収まったんだし、関係者閲覧たくさん集まったんだからよかったな。僕はそう思わないですね、ドルさん。口だけのやつ大嫌いなんで。はい、僕はそう思わないです。引っかき回してすいませんでしたっていうのは、かっこ悪いですね、盛り上がったからいいじゃんっていうのは後付けなんですよ。
そう、男が侍がサイン書いたりとかやるっつったことをやらねえっていうのはダサいんですよ。やらないっていう前に50万持ってきてボンと出して俺出ねえからでいいじゃないですか。クソダサいっすね、はっきり言って。引っかき回してんじゃなくて僕は嫌いです、ああいう人間が、うん、やるっつったらやるんですよ。まあ知らないっすよ、彼らが農民の子供だかなんだか。僕は侍の血に流れてるんで、うん、口だけのやつ大嫌いなんです。はい。だドルさんも言ったじゃないですか、コメントでワード俺らやるかっつって、穴埋めるかって、俺やるっつったんですよ。僕は全然ドルさんでやってもいいっすよ。弱いかもしんないけど。それが配信会盛り上がることにつながるんだったら。盛り上がったらいいじゃんじゃないですね。やるっつったらやりましょう。いや、なんかね、みやびさんから DM 来たんだよ。なんかみやびさんから DM 来て、朝、え?と思って。DM つか LINE が来て、なんか、僕のせいでドレさんと仲悪くなってませんっていうんで、えっつって、え、ドレさん俺のことディスってんの?とか思って、俺ドレさんの放送昨日見てなかったから、なんかすげえなんか不安になって、え、ドレさん怒ってんの?とか思って、なんでとか思って、ちょっと不安だったんだよね。でも、そう、みやびさんに、いや、ドレさん信頼関係あるし、ドレさん僕大好きだし、ドレさん怒らせるようなことしてないっすよ、つって、そう。俺全然やるよ。俺ドレさんに殺されるんだったら殺されてもいいと思ってるもん。うん。本当に。その代わり、カメラ回ってる時ね。うん。俺ドレさんに殺されるんだったら超盛り上がると思ってるから。そんなに美味しいことないじゃん。ドレさんにボッコボコにされる映像見たいでしょ。うん。こんなに美味しい映像ないでしょ。うん。俺は配信に命かけてるから。いや、侍ってそういうことだよ。侍ってなんで台頭してたか知ってる?侍がなんで台頭してたかっていうと、侍の精神性ってすごくて、心で思ってることと吐く言葉に矛盾がないように徹底されてるんだよ。だから、でも目上の人に対してそれを言ったらアウトだから、でも曲げちゃいけないの。心で少しでも邪念があったりとか思ったことは全部吐くの。とどめてもいけないの。で、もし首切れとか上から言われたら腹切るようにあるんだよ。だから常に対等してんだよ。だから全部の発言に責任取るんだよ。で、責任の取り方切腹だよ。超やばいんだからね、侍って。そう。それがかっこいいんだよ。俺はかっこいいと思うよ。全責任、もう心でも矛盾しないの。嘘、自分の心に嘘つかないの。そう。だから考え方とかどういう風に考えなければいけないかを徹底的に毎日シミュレーションしてるの。だから侍って世界的に恐ろしいぐらいの恐ろしい国民ができたんだよ。世界的に見ても稀有な存在だから。俺はそれの末裔だからね。で、いいんじゃない?そんなのが全国民になったらダメだけど、なんでそれをしなかったかっていうと武士階級があったからだよ。武士っていうのは戦争になったら一番最初に国民のために腹切る存在だから。だからそういう、なんつうの、ちょっと、無茶な生き方が許されたんだよ。99% の国民のために命張る存在だから。いや、配信いいんじゃん?だから、うん。あいつら農民だから、うん。そんなこと言ったら配信会全員腹切りだよね。それはそれで面白いじゃん。うん、いいんだよ、別に。農民だから仕方ないんだよ。うん、いやー、ちょっと覚えてないな。ちょっと覚えてねえわ。うん、初見さんいらっしゃい。猫犬さんいらっしゃい。メンヘラ侍だから。どっか行こうかな。旅に出ようかな。ちげんだよ。最近さ、ドレさんが当たり強いんだよ。そう。最近さ、ドレさんがさ、もうトレーニングで追い込んでるから超ピリピリしてんのよ。超ピリピリしてんの。
ドレさん当たり強いんだよ。普段温厚なんだけど、アドレナリンに、まあ、仕方ないんだけど、あの人ファイターだから、試合前のピリピリ感がすごいんだよ。ちょっとね、試合早く終わってね、温厚なドレさんに戻ってもらいたいんだよ。まあ、今は仕方ないんだけど。絡み、当たりが強いんだよ、ドレさん。最近。怖えんだよ。箱根とかかな。この曲はフリーミュージックですね。フリーミュージック。曲名はね、なんて読むんだろう。曲名これですね。あ、曲名、なんだろう。読めないな。スムースフリクションかな。スムースフリクション。いや、別に、なん、知らない。別に聞いてもいいんだけど、知らないよ。あのね、みんな覚えといて。俺、みんなと同じぐらいの情報量だから、俺起きてる時ずっと配信回してんの。で、起きて、今20時間ぶりぐらいから目覚めて、起きたばっかりなの。俺が知りたい、のんちゃんが無事かどうか。で、俺のんちゃんじゃないの。で、本当にのんちゃんのこと心配な、のんちゃんに、ツイッターで公開でやりとりして、大丈夫って。俺も知りたい。俺も知らないことをなぜ俺に聞くんだっていう。みんなと同じ情報量だし、むしろみんなの方が物知りなんだから。俺に聞かないで、のんちゃんのこと。俺はのんちゃんじゃないから。で、のんちゃんのこと一番知りたいの俺だから。既読つかない。どうなんだろう。いいんだよ。去るもの追わなくていいじゃん。俺と会いたくないんだから、今。のんちゃんは。そうだよ。会いたかったら、俺とそばにいるべき女だったら俺のそばにいるし、そういう運命じゃない女だったら、俺のそばにいないってだけだから。俺は女でグダグダするほどかっこ悪いことねえと思ってるから、腐るほど女っているんだよ。世の中には、世の中の人口の半分は女なんだよ。もう女でグダグダするのやめようぜ。初見さんいらっしゃい。いいじゃん、別に。好きなやつが隣にいればいいんだ、いいだけなんだから。別に奥さんだって2人、2人いようが3人いようが何だっていいよ、もう。のんちゃんが俺のこと必要としてるのは俺のそばにいるし、必要ないと思ったらいなくなるだけだよ。やっほー、みなみさん。シンプルに生きようよ。悩んでも何も解決しないよ。そう、スムースフリクションかな。そう、それであった。フリーミュージックだね。喧嘩はしたことないって。喧嘩はしたことないって。俺嫌いじゃないって、のんちゃんのこと。のんちゃんのこと全然嫌いじゃないよ。好きだよ。舌が超えてるワードはラーメン、塩ラーメン派。いや、俺ね、ラーメン自体が嫌いなんだよ。そもそも。俺、ラーメンね、嫌いって食えないとかじゃないんだよ。食っても感動しなかった食い物なの。猫舌だから。だけど、つけ麺が出始めたから、つけ麺食えるようになった。で、ラーメンも食えるようになったから。別にね、塩で食わないかな。最高傑作はもう絶対5。断然5。圧倒的5。もうここは譲らない。絶対5。まあ次に好きなのは6かな。もう猫舌だよ。超猫舌だよ、しかも。ドラクエは5だね。だってね、何が好きかっていうのは、その、ゲームシステムがとかじゃないの、俺の着眼点は。主人公が生まれながらに、奥さんを探す旅ってお母さんがいない状態で、荒れくれ者の、なんか冒険家の息子で、友達が一人もいない状態からスタート。ね。で、やっと友達ができたと思ったら、ね。
そのままお父さん殺されるんだよ。で、友達の思い出ってもう一週間ぐらいしかないでしょ。で、今度バカな王子様のせいで、ね、あ、違う、今度その後お父さんが殺されたかと思ったら、某宗教団体の奴隷業をさせられて、10年近く奴隷なんだよ。で、今度王子様のせいで、王子様友達だと思ってたのに、なんか自分のこと好きだったシスターかなんかと結婚しちゃうんだよ。で、冒険から勝手に外れるんだよ。で、また一人旅でやっと奥さんが見つかって子供ができて結ばれたと思ったら、石化されるんだよ、10年ぐらい。で、ね、お父さんが探してた勇者は自分じゃなかったんだよ。自分の息子だったんだよ。なんだこの話っていう。もうね、俺どう考えても、これ主人公じゃないでしょっていう。主人公のお父さんを主人公に設定しないといけないのに、もうね、ドラクエ5って何なんだろうって思って。もう人生のほとんどが奴隷とか石化とかなんだよ。もう一番いい時が。かわいそうだよ、あの話。俺そこが大好きなの。辛いよね。で、確か43歳かなんかで病気で死んじゃうんだよ。設定だと。うん。ライラさんいらっしゃい。うん、暗いんだよね、うん。パパスはチート並みに強いしね。の5が好きだな。のんちゃんご機嫌斜めなのかな、知らない。のんちゃんに聞いて。うん、俺は俺以外の人のことの気持ちはわからないから。のんちゃんのことはのんちゃんに聞いてください。オフ会しても集まらないの。村田亮太が誰だか知んないわ。フォーか。フラファイブなんだよ。でもフォーだけクリアしてないのかな。フォーだけクリアしてないんだよね。フォーやってみようかな。ああ、よかった。でも筋肉痛全開になってよかったわ。トレーニングどういうのやろうかな。一人だとな。一人だとね、練習しづれんだよ。エイト、あのね、セブンが超ダサくなった。エイトは面白かった。竜神王とかいうやつだよね。あのグラフィックはすげえ完成されてるなと思って。エイトのグラフィック好きだったな。あれは苦労したと思うよ。多分9やってない、10もやってない、11もやらないだろうから、8までかな。うん、いや給料それ払う、ペリカすらもらってねえよ多分あいつら。11買ったとしてもやる時間ねえよ。8いいんじゃん。うん。なんつうの、グラフィックの世界観のアニメーションとのバランスっていうか、ほんと鳥山明っぽくてよかった。うん、ドラクエの世界観が崩れてなくていいなぁと。てか俺昨日いくら使ったんだろう。あのね、どうだろう、俺は日本は資本主義じゃなくて階級制採用するべきだと思ってる。それが合ってると思ってる。要はね、国民が社会主義的なんだよ。社会主義を悪く言ってるとかマルクス主義じゃなくて、日本オリジナルでゆっくり作り上げてったシステムで社会主義が合ってるんだよ。日本って唯一完成された社会主義だと思ってるから。それはあれだよ、なんか左翼が言うバカマルクス的な話じゃないよ。そこ誤解しないでね。俺ね、慢性鼻炎。ドラクエ面白いよ。バレーニョ北朝鮮みたいじゃないよ。だってさ、思いっきりさ、階級があるじゃん。武士階級、商人階級、農民階級ってあって、で殿様が戦争、祭りごとは殿がやるんだよ、侍がやるんだよ。で、農民 99% は年貢をね、自分の土地を肥やしたら年貢を納めるんだよ。
これ思いっきり社会主義なんだよ、システム的には。そう。だからね、日本人にね、民主主義っつって祭り事、要は政治をね、民衆にやらせるのは向いてないよ。そう、国民性として社会主義的な気質を持ってるの。そうそうそう。そう、生活費稼ぐだけで銭ゲバだから。でもね、そっちの方が俺ね、幸せになれると思うよ。だからね、中途半端に金持ったら、そう、成り上がれるっていうのがおかしいんだと思う。そういうやつは武士階級に行けばいいってなるじゃん。あともう資本主義すらいらないからね。資本主義が必要だったのって、生産性を上げるためだったと思ってんの。資本主義がいらなくなってきてると思ってるよ。管理が難しいんだよ、資本主義は。だ民主主義とかも無理でしょ。アメリカには向いてんだよ。その、とっぽいイケイケのさ、多国籍の、ね、多国籍の、しかもなんつうの、イノベーターたちが集まってる国だから、もう俺が全員リーダーみたいなもんだ。リーダーと奴隷しかいないんだもん。ああいうのは民主主義合ってるんだよ。日本はもともと単一民族だから、ほぼ。っていうかね、働くっていう概念がね、ちょっと違うんだよ。海外の考え方と。働くのが生活の一部になってるから、日本って。ライフスタイルに近いんだよね。だけど、西洋の人たちっていうのは、生活の糧を営むための奴隷だって分かってるのよ。だからチップとか、そういう、そう、資本主義独自の、なんつうの、ローカルルールみたいなのがあるんだけど、そう、還元をしないと社会が回らないとかをよく理解してるから。まあ、イギリスを真似たのが家族でしょ、旧家族でしょ。だから先進国にならなきゃって言って取り入れていて。ちょっと日本はね、どうなんだろうね。俺日本人はすごいレベルの高い国民性だし、頭いい民族だと思ってるけど、ちょっとここ最近なんか、なんだろう。かっこよくないよね。だから俺は今の時代でどういう生き方が一番かっこいいかって言ったらヒッピー選んだわけだから。だから資本主義に一人で抗ってますよ。だから、マキルはね、それね、突拍子もないっていうか、それ、おまんま食ってけないわけじゃん、それだと。おまんま食ってけないじゃん。資本投入ありがとう。じゃあ、多分ね、マキルが見てるのは、もっとミクロな世界で見てるの。俺はマクロの視点でもっと言ってんだよ。貧困お坊さん、寺が急激に増えてる問題についての放送からいらっしゃい。日本独裁国家かな？独裁国家だとは思わないけど。誰が独裁してんの？簡単に言うとね、資本主義ってね、頭がいいやつが勝つルールなんだ。単純に。官僚、まあ、官僚もほら、一応その学校の成績が良かったらなれるっていう仕組みだからさ。だから別にそれは独裁とは言わないと思うよ。だから簡単に言ったら田村さんが官僚になればよかっただけの話であって。別に自分の子供を官僚にさせればいいだけじゃん。ゆうさんはどつ。だから中国の道教、儒教を完璧にやってんの日本だけだと思ってるよ。だって官僚システムってさ、奉仕でしょ？道教、儒教でしょ。儒教でしょ、生まれた土地とかで官僚は無理。だから、その、管理システムとしてすごい優秀なわけじゃん。一番頭がいいやつにやるっていう。やらせるっていう。間接民主主義だよね、完全に。
国会議員はお飾りでも、あんまり政治の話したくないんだよね。なんでかっていうと、なんだろう、なんつうのかな、俺政治家じゃないから。俺が本気で日本変えるんだったら政治家になるから、あんまり俺が関心ないことをあんま語らせないでほしいっていうか、どうでもいいと思ってる。俺が国を語る、俺が問題意識を持たないといけないのは国のことじゃないと思ってるから。オフ会やるよ。俺は自分の周りの人がハッピーであればそれでいいと思ってるから。別に知らない人の人生まで干渉するつもりないから。俺と国は結構遠いところにある。いや、寝てないよ。そうそうそう。別に、なんか今自分が抱えてる問題が国の問題だなんて思ったこと一回もないし、どうでもいいね。ああ、そうでしょ。家っていうか、まあ家族だよな。それが普通だと思うよ。本当に国に危機感持ってるんだったらさ、なんで国会議員にならないんだと思うの。国会の件 LINE、 ああ待ってるよ、 LINE ちょうだい。オンニャの子がオフ会参加する？オフ会は配信するのかな？オフ会ってオフライン会だからね。オンライン会ではないよ。LINE 公開してるよ。LINE 送った今。オフ会の件 LINE 送っといたから。お皿割って壁になんか落書きして包丁で枕をぶっ刺してたね。でご飯が捨てられててシンクの中に、俺拾って食べたよ昨日。水びっちゃびちゃだったけど。キリストは一般人なのになぜこんな宗教になった？まあ、キリストが本物だったんだろうな、一つは。あとは、まあ、
俺はキリスト教を開いたのはキリストじゃなくてパウロだと思ってるから、まあ、パウロの存在がでかいだろうね。破片大丈夫だよ、うん、まあキリストが言ってたことっていうのは普遍的だからね、うん、なぜ割ったの知らない。だから俺のことは俺に聞いてもらったら俺答えられるけどさ、俺が割ったもんじゃないのにさ、俺からしたら割れてただけだから、家に帰ったら皿が割れてただけなの。なぜ割ったのかなんか、なんで俺が答えられるんだよ。なんで俺に聞くのバカなの、うん、俺が答え知ってたらおかしくねえか、うん、昨日は配信会荒れてましたね。そう、うん、だってそういうことでしょ、うん、全然メンタルやられないよ。何にもないよ、別に。昼にまず起きてないことが多いかな。今肉豆腐しか食ってない。うん。アベマ見てないかな。うん。関心がない。別に。亀田光輝が。だって俺が1000万もらえるんだったら、俺見るけど。俺1000万もらえねえんだもん。バカじゃないの。見てるやつ全員バカだと思ってるから。俺は自分が金欲しいから、興味ない。後で見ればいいじゃん、別に。もう一回あるよ、リディア。普通だったら寝れない?あ、子供の頃の親がもうすごかったから、だって俺、小学生の頃、寝てたら普通に顔面踏まれて馬乗りになってボコボコにされる生活だったんだよ。普通じゃなかったから。あと雪の日に3日間外放置されてるとか、精神力はそこで鍛えられたよ、うん、小学生の頃の俺の人生は本当に普通じゃなかったから。本当だよ、虐待されてたんだもん、母親に、うん、だから全然、だから普通の人がなんかわーわー騒ぐようなこと全然動じないの、うん。今日浅井さんの放送感動しました。浅井さんすごいよね、うん、普通じゃないのかもね、わかんないけど、俺は普通なんてないと思ってる、うん、体がでかくなって小学生ね、高学年になったらなくなったけど、まあひどいことされましたよ。どうだろうね、わかんないけど、俺は別に、なんだろう、そう、俺にとっての普通だから、それがどうなんだろうね、うん、わかんないけど、俺にとっての日常は今考えると、ああ日常じゃなかったんだなっていうのはあるけど、か思うけど、普通にみんなの話とか聞いてると、うん、だから俺はもう子供の頃から愛なんてものは存在しないっていうのが俺の根幹にあるの。俺が思ってる愛って、その多分キリストとかブッダが言う愛に近いの。で、愛の根源は欲望だから、俺は愛を信じてない。普遍の愛なんてないと思ってる。本当にこれは思ってる。だから俺は愛を乞うね、ずっと。愛を乞う人でありたいと思ってる。でも、唯一、のんちゃんからはそれを感じるの。愛って歪んでるんだよ。愛って本当に歪んでるの。だからもし、愛ってあるんじゃないのかなって本当に思わせてくれる人はのんちゃんなんだよ、俺にとって。要は、のんちゃんは俺がいないと、
世界を滅ぼそうとしたり死のうとしたりするんだよ。俺にとってはそれくらいが心地いい、本当に。世界には愛しかないですか？愛なんてものはないんだよ。みんなが思ってるものはない。だから俺にとっての愛とみんなにとっての愛って多分すごい全然違う存在だと思う。愛ってめちゃめちゃ歪んでると思う。愛って狂った感情なんだよ。利己的なのは愛じゃないとかそういうね、理屈じゃないんだよ。もっと愛って歪んでんの。拒否してるんじゃないの。拒否してるんじゃないの。愛ってエゴイズムなんだよ、究極の。違うの。歪んだ愛情しか知らないからじゃないのよ。もっと深いんだよ。俺徹底的に考えてるから。そういう、ひねくれてそう言ってるんじゃないの、俺は。ノンタン今どうしてるかを知ってるのはノンタンだけだよ。こう考えるほど無駄なことはないよ。相手に依存したくないから。まあ依存しても何にも生まれないからね。例えばね、誕生日プレゼントを渡すとする。で、相手が喜ばなかったら怒るでしょ。これって愛じゃないの。例えば誕生日プレゼントを渡してその場でぶっ壊されてもありがとうって言えるやつが愛なんだよ。これが俺が歪んでるっていう意味、わかる？誰々くんに喜んでもらいたい、これプレゼント受け取ってっつって、なんだこんなもんっつって、その場でボコボコにされたりとか、もしくはそのプレゼントした相手ぶん殴られて血がダラーって流れてありがとうって言えるやつが愛なの、俺にとって。これが本当の愛なんだよ。わかんないでしょ、俺の愛が。でもイエス・キリストはこれできるんだよ。だから俺はそれわかるの、これが愛だって。だからそういう本当の愛なの、俺が知って、アガベーのことを言ってんの。人間が持てないんだよ、この愛は。気違いでしょ、それ。例えばみんなが俺にプレゼントして、俺がふざけんなっつって前歯折ったら、ありがとうって言えないでしょ。だから俺のこと愛してないんだよ。ブッダはね、愛を否定してるのね、実は。仏教の根本で愛を否定してるの。で、実を言うと、ブッダの愛って翻訳が間違ってるとか言われてるけど、キリストが言ってる愛と本質的に変わらないの。で、キリストは愛を手に入れようとしたの。神様が持ってる愛を手に入れようとするアプローチをしたの。で、ブッダっていうのはそんなもん手に入れられないからって言って、捨てることを選んでるの。実はだから愛に関してはね、すごい対極の考え方してる。逆の立場なら怒るよ。当たり前じゃん。それぞれ愛の感じ方が違うから何が正しいかなんか誰にも言えないはず。いや、だから別に強要はしてないよ、俺は。だから、ヨンヨンさ、ちゃんと話を聞いてもらいたいんだけど、俺はただみんなと俺は愛の考え方が違うよって言っただけじゃん。それを押し付けてないよ。ただ、俺は本当の愛を知ってるっつうのよ。で、みんなが愛だと思うことと俺が愛だと思うことは全然違うよっつってんの。ただそれだけなのよ。でも、もし俺がそういうひどいことをしたときにありがとうっていうやつがいたら、俺はそいつに愛されてるなって思ってる。誰にも言えないはずっていうのがおかしいと思ってんのよ、俺は。言えるでしょ、普通。言わないか言うかだから。言えるよ。キリスト教と仏教の愛は同じように見えて違う。違うの。実は違うと思ってる人が多いんだけど、同じことを言ってるっていうことを俺は言ってんのね。で、それを手に入れるか手に入れないかっていう選択肢が違うの。キリスト教と仏教は。だから押し付けてないよって言ったんじゃん。だからそれを先読みして押し付けてないよって言ったんじゃん。それは解釈が間違えてるよって。俺は別にあなたと俺は愛が違うよって言っただけだから。それはあなたの解釈の間違いでしょって。ちゃんと話聞いたらわかるはずなの。自分を愛してるみたいな。違う。愛っていうのは欲望に駆動されてると。で、本当の愛っていうのは、そういうものじゃないんだよっていうことを言ってんの。消えて。
今日はイラついてる感じだから、イラついてるんじゃなくて、話を理解できないバカほど噛みついてくるの。話を理解できるやつは、噛みつかないはずなんだよ、人の話をちゃんと聞いてたら。前提条件がだから、分かってないんだよ。押し付けてないよ、俺は。押し付けることが嫌いだから。なのに押し付け、例えば押し付けることが俺大嫌いの。押し付けられるのも大嫌いの。で、説明を質問されたから質問を返しただけなの。なんで押し付けるんですかみたいなこと言われたら、いや、押し付けてないからって。バカなのって。なるでしょ。いや、消えるべきでしょ、そんなの。話理解できないんだから。勝手にイライラされてんだから。お前の言ってる解釈が 100% 正しいと言えるのか。俺にとっては 100% 正しいよ。俺が事実だと思ってんだから。だから別に押し付けてないって。あなたにとっての正解を教えますなんて言ってないって。俺はそう思ってるっていうことを言ってんだから、正しいでしょ。バカだな、本当に。そう。事実は一つだけど、解釈って無限にあるのね。世の中のほとんどっていうのは解釈で形成されてるんだよ。だから押し付けることなんか不可能なんだよ。憎しみ憎悪、すべての痛みを超越することが。もう簡単に言うとね、俺はもう超徹底して相手のことだけを考えることが愛だと思ってんの。なんで押し付けなんだよ。頭悪いのかよ。本当のって言うから勘違いしちゃったんじゃない？どうなんだろうね。俺はただみんなと愛の解釈が全然違う。まあいいんじゃないの。でも、それは、ちゃんと突き詰めて話せば、ロジカルに話せるのよ。そう。なんでエゴイズムで、みんなの愛がエゴイズムなのかっていうのを説明できるんだけど、そこで、なんかファビオルやつがいるんだよ。アレルギー出すやつがいるから。アレルギー出しちゃったらさ、ああ、かゆいかゆい、ああ、かゆいかゆいって言ったら、議論ができない。だったら、押し付けに聞こえるんだったら、俺の放送向いてないんだよ。消えればいいじゃん。別に俺は質問に答えてるだけで、別にさ、本当の愛を教えてやるなんて思ってないんだから。そう、消えろ、ゴミだよ。タバコ買いに行こうかな。親の愛はどう思う？本能じゃないの？だから俺は親から愛されなかったから、それこそだから根本的に違うんだ。親に愛されてると思ったことないもん。お父さんにはあるけどね。こんばんは、ジャニーさん。楽しんでって。いや、そりゃそうでしょ。押し付けに聞こえるって言うんだったら、ブラウザ閉じる権利はあなたにあるんだから。聞かなきゃいいだけじゃん。自分に合わなかったら。ここに楽しんでくれる人だけで楽しくやりたいよ、俺は。それ普通の考えだと思うよ。ねえ。和道信者なんだ。地球のみんなから愛されたいと思うのはいけないこと。そんなのは俺は不可能だと思ってて、全員から愛されるっていうのは、全員から関心がない状態とイコールだと思うよ。だから、前奏みたいな感じになると思う。この世の中から存在を消すっていうやつが正しいと思うよ。誰からも嫌われない方法っていうのは。だって関心がないんだもん。関心があったら、いろんな人間がいるから、なんだろう。好きっていうのと嫌いっていう両方が現れるの普通だと思うからさ。だから無名になる方法を選ぶかな、俺だったら。俺がもし田村さんの言うことを実践するんだったら。あ、そうなんだ。親は関心がない。親が死のうが生きようが俺は別にその辺の石ころがなくなるのと一緒だと思ってるから本当に関心がない、憎いとすら思ってないね。好きも嫌いも本質は一緒。そう、関心度だから、そこはプラスかマイナスかだからすごい似てるんだよ。タバコ吸いて
人のひねくれ者相手にするように多数の普通の人と過ごした方がお互い有意義に時間を過ごせる。え、どうだろう、別にひねくれてるやつ好きだけど、俺話聞かないやつが大っ嫌いだから。うん。話って、お互いが話聞きますっていう交換をする前提で俺話するものが礼儀だと思ってるの。例えばさ、飲み会でずっと喋ってるやつうざいじゃん。で、相手の意見を汲み取ってそれに対してはこうだよねっていうのを楽しむのが会話だと思ってる。会話とか対話とか。たまっ切れた。だから聞く姿勢のないやつは別に生の詩やればって、お前が主張したいことがあるんだったら聞いてくれるやついるんじゃないのって思ってるから。俺はリスナーさんと対話がしたいの。会話がしたいの。人それぞれ考え方とかあるし、多分和道さん、俺はこう思うって思って言っただけなんだろうな。そう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 。別に押し付けてないよ。だけど結局ね、それをね、アレルギーに感じる人っているんだよ。いや、私の愛はこうです、本当の愛ってこうですって。知らん知らんって、知らん知らん知らん、俺戦う気ないよって、うん、何ですか和道さんの押し付けがましいんですけど、こんな放送で私に本当の愛を、本当の愛はこうなんです、あーもう帰ってってなるでしょ、なるでしょ、帰ってって、ごめん、帰ってください。うん、いるんだよ、たまにそういうやつ、うん。俺はリスナー愛してるけどね。うん、なんか今日和道さん怒ってるみたいです。もう、和道さん今日おかしい。対話ができない。今日はやめときます。はい。お疲れ様です。さよなら。え、そんな感じじゃないの？そんな感じでしょ？いや、俺は欠陥してると思うよ。うん、俺は自分の方が間違ってると思うから。うん、お前が帰れって、ここ俺の空間なんだけど。うん、いや、構ってほしいんでしょ。でも、誰かを構うための放送じゃなくて、俺が構ってもらう放送だから、ここ。俺言っとくけど、お前らよりかまちょだから、ふざけんなよ。俺がみんなにかまってもらう場所なのに、かまってもらおうとすんなよ。兄弟、まあ、いないようなもんだろうな。うん。そう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 。配信者はかまちょだよ。そこは全然認めるよ。俺かまってほしいもん。こんばんは、たかやん。愛の国？いや、だから愛なんてないんだって。愛なんてない。初見さんいらっしゃい。なんだろうね。そうそう。ね、愛と慈悲はちょっと違うんだよね。どうなったの？どうもなってないけど。あたつ。どうもなってないよ。愛と好きは似てる。全然違うと思う、俺は。似てると思いがちだけど、全然違うと思ってる。うん、大丈夫だよ。好きと嫌いの方が似てると思うな。何やろうかな、今日。クズか。
いや、どうせっていうか、俺は別にのんちゃんと普通に生活したいっていうのを望んでるから。むしろ俺が望んでることなんだけど、元さやっていうか。本気は本気でしょ。自分の心に嘘ついてない、本当の気持ちの状態でしょ。嫌いと好きは同じだと思うよ。ストーカーの愛っていうかさ、例えばさ、で、この前さ、聞いてって、誰々くんがね、家の前で待ってくれてたの、雨降ってるのにね、傘さしてくれてたのって、嬉しい、優しい、誰々くん優しいってイケメンは言われんの。で、まあ、君たちみたいな、もう気持ち悪いリュックサック背負ってポロシャツして、シャツをインしてる、気持ち悪いスニーカー履いて、なんかニューバランスとか履いてる君たちみたいなのが、それをやると、うわ、家の前に誰々くんがいる、怖いストーカーかもしれない、雨の日に傘さしてたの、怖い、キモーいって言われるの。全く同じことやって、そう言われるの。ね、聞いて、誰々くんがね、デートしてる時にね、手つないでくれてね、って、誘導してくれたの、超優しいって。ね、聞いてって、和道のリスナーが手つないできたの、超キモーいって言われるんだよ。そういうことだから。そう、見た目の問題。見た目っていうか、キャラの問題だから。ストーカーがいい。だって俺、ストーカーって超マメなやつだと思ってるから。ストーカーの愛は異常でしょ。俺はだから、ストーカーの愛も、イケメンの超優しいって言われてるヤサオの愛も一緒だと思ってるから。そう、世界に平等なんかないよ。キモーイって言われちゃうんだよ、俺らは。超キモーイって言われた。そんなもんだよ。そんなもん、そんなもん。いや、そうでしょ。だってさ、好きな人にやられて嬉しいことってさ、嫌いなやつにやられたら超嫌なことだったりしない？ ニューバランスがいて 当たってたんじゃないか。超キモいだよ。お前らニューバランス家でギクってしただろ。ヘビーに履いてるだろ、ニューバランス。偏見にも程あるよ。ニューバランスってスニーカーね。話面白い。ありがとう。フォローして。完璧に自分のこと見れるやつはすごい、本当にすごいやつだと思うよ。一部の人間だけだと思うよ。フォローありがとう。本当に一部の人間だと思う。今日のお昼何食べたか聞かれたり、好きな人じゃないとキモい。キモいやつは頭いいっていうのも偏見だと思うけどな。ストーカーは悲しいよ。のんちゃんに俺はずっと電話かけたりとか迎えに行ったりしてるけど、いや今何やっても何か言われるだけだから、なんで来たのって。嫌がらせでしょうって言われるから、俺は待つよ、別に。俺は待つよ。別に焦る必要なんかないんだから。
生存確認取れてないよ。見た目に労力と時間をつぎ込むか、勉強に労力と時間をつぎ込む、両方できるやつは少数。ああ、まあそうだよね。あのね、でもね、俺オタクとかキモいって言われちゃうやつって惜しいと思ってて、見た目じゃないって思ってるんだよ、彼ら。人間性は心だとか、あの、腕力だとか思ってるんだけど、違うよ。世の中のほとんどが見た目だから。これに気づいてるやつは、容量のいいやつなんだよ。頭の良さじゃない、スピードじゃないって。世の中見た目至上主義なんだって気づいて見た目に磨いてるやつは俺賢いやつだと思う。それができてさらに頭磨いて、で、何ができるっていうやつは頭いいよ。本当に頭いいやつだよ。世の中のほとんど見た目だから。見た目で損してるでしょ。で、見た目っていうのは顔の不細工さとかそういうことじゃないんだよ。小綺麗にしてるかとか、あの髪型をさっぱりしてるかとか、清潔感のある服着てるかとかもそういうのも含めるんだよ。見た目だよ世の中、うん、見た目だよ ほとんどがね。それプラス心なんだよ。だから心を重んじちゃダメなんだよ。世の中ほとんど見た目だよ、うん、だからね、俺思うんだけど、エヴァンゲリオンっていうアニメにね、デブが出てこないんだよ。でしょ、お前らが大好きなアニメの中のブサイク出てくるか、出てこないでしょ、うん、デブ出てこないでしょ、なかなか。だからそういうことだよ。見た目だよ、うん、そうそう、清潔感とかね、うん、そこ大事よ。だって見た目しか最初は知れないんだもん。だからその見た目を軽視してるからキモいって言われちゃうんだよ。そうそう、礼儀所作、立ち振る舞い、そういうもの全部含めてね、そういうこと。そう、デブでもモテるやつモテるから。例えいまいちかな、うん、そう、人間は第一印象だよ、うん、エヴァンゲリオンにデブが出ないのは結構すごい重要なことだよ。あの、深いことだと思うよ。エヴァンゲリオンにデブが出たらかっこよくないって判断をされたんだよ。でしょ？それくらい見た目が大事なんだよ。国民の社会現象になるようなアニメにデブが一人も出てこないんだよ。うん。っていうことは、デブはいらないって判断されてんだよ。クリエイターは美しいものが好きだから。デブなんかこの世にいらないってもうクリエイターがはっきり言ってんだよ。それをデブの客が見てんだよ。なんて悲しい世界だよ。デブほどエヴァンゲリオン見てたから。客層の9割デブなんだから。で、その9割のデブが、デブがいない世界かっけえっつってんだから。うん、まあ、その中の一人のデブなんだけど、俺は。悲しいよ。一デブとして悲しいよ。ドカベンは別にデブ見ないでしょ。デブ運動嫌いだから。いや、そういうことだよ。結構深いこと言ったんだよ。エヴァンゲリオンにデブは出ないって。名言だよ、これ。そうだね。もうちょい絞らないとね。いいんだよ。俺のリスナーでデブしかいないから。いいんだよ。優しい世界だ。配信者もデブ、リスナーもデブだよ。なんでいい世界なんだ。そうだよ。ブサイクが出ないのも同じ理由だよ。でもそれが現実なんだよ。俺だって顔よく生まれたいよ。俺だって顔よく生まれたいし、俺だって頭よく生まれたかったし、俺だって切れないよ、コンプレックス上げたら、
でも、俺は、もう決めたの。もう、そんな、俺は自分のこと大好きになろうって。大体自分のことをイケメンとか美人とか言う人はいないから、みんな大したことないよ。俺はでも自分のことを自分で愛す資格があるの、俺のことを愛してあげられるのは俺しかいねえなと思ったんだよ。本当に。誰も俺のことを守らないんだったら、俺は俺のことを守ってやろうっていう逆張りをしたの。逆に抱きしめてあげようと思った。頭いいところ、俺頭良くないよ。AKB にはブスがいっぱいいるぞ。あれブスで集めたアイドルぞ。日本中のブスを集めたら、こう面白いぜっていう秋元康のあれいじめでしょ ?AKB って。一緒に体重絞りましょう。ただ最後に言わせて。最後に言わせて。人は見た目じゃないから。ここで言わないとダメなの。最初に言うやつはダメなの。人は最後に見た目じゃないんだよ。だけど、それを最初に言うのと最後に言うのじゃ意味が違うの。どっちだってなるけど、これが大事なんだよ。実は。わからない人はわからなくてもいいの。最初に人間は心だからっていうやつは信用されないし、わかってねえやつだな。でも違うよって。人間は見た目だよ。小切れな方がいいでしょって。清潔感あった方が好かれるでしょって。就職率見てみなよって言った後に、でも心だよって。最後に最後、そうだねってなった後、でも心だよって言った時に、心も体も磨かなきゃってなるんだよ。順番間違えると変わるの。そう。見た目も綺麗にしなきゃなっていうことを覚えるわけよ。AKB って圧倒的に可愛くないブスの略だったのかって。うまいね。そうそうそう。両方なんだよ。そう。だけど、実は、心が綺麗なやつで、見た目をちょっと変えるだけですごくモテたりすんの。そう。それで気づきがあるのよ。結果、パートナーが見つかればいいわけじゃん。モテない人は。好きな人ができたりとか、ね、失恋するかもしれないけど、アバンチュールできたらいいわけだよ。そのきっかけを作りたいんだよ、俺は。ちょっと自分が着ないようなさ、服着てみるとか、足元小綺麗にしてみるとかさ、するだけで全然人当たり変わるから。女の子からの対応全然変わるよ。ブスは性格のブスっていう原理ある。ね、みんなね、これね、俺はね、30過ぎて分かってきたけど、顔のいいやつって性格いいんだよ。で、ブスってブスなんだよ、心も。ブスほど綺麗、心が綺麗だと思ってたの。違う。ブスはひねくれてる。ちゃんと身なり整えてないとダメよ。見た目通りだから、性格って。年取ってくるとね、若い頃はそうでもないけど。なんか悪そうな顔してるやつは大体悪そうなやつだし。気持ちのいい男は気持ちいいし、面構えに出てくるのよ。30代、40代って。そうそうそう。ひねくれちゃう。当たり前じゃん。坊主怖いに決まってるじゃん。ロン毛っていうよりも短髪にするべきだよ。イケメン美女は余裕ある。結局見た目なの。まあだから俺の話をバカは理解できないんだよ。だから、あれだよ。おすすめの配信者、うなちゃんマンとか面白いと思うよ、寺門呪文は。うなちゃんマンのところ行けよ。俺とは合わねえよ。俺とドレさんの話合わねえやつは頭悪いやつだから。お前、うなちゃんマンとかユイガとか見てろよ。ここ視聴率稼げないかもしんないけど、インテリと頭いいやつしか見ねえから。まあ、美人の闇は深いよね、確かにね。花火プレゼントありがとう。外見は大切だけど、そこだけに甘えてるバカが一番嫌。見た目良くて性格も良くて頭いい人っているんだろうな。いるよ。俺の知り合いに、
ね、何カ国語か喋れて、めちゃめちゃマッチョで、格闘技も強くて、ね、すごいインテリジェンスで、だけどね、女にモテないやつがいるんだよね。年上の人なんだけど。なんでなんだろう。女の子の前でデート中に説教を始めちゃうおじさんがいるんだよ。すげえイケメンで、すげえ強くて、すごくすごく優しくて。でも女の子の前でね、なんかね、結婚は考えてないのって説教始めちゃう。なんか女の子が一番嫌がるトークをね、堂々と始める。あ、そっか、キャリアウーマンになりたいんだねって。でも年収1000万は厳しいよって説教始めちゃって、女の子をドン引きさせるっていうプロがいる。あれは引いたわ。俺ほんとブラウザバックしたもん。ないわと思って。ない、あれはないでしょ。ジャブの打ち方下手だなと思って。色即是空の後に空即是色って繰り返すみたいな話。いや、ドレザンらしかったよね。あ、俺本当にモテないのかもって思ったもん。ネタじゃなくてこの人本当にダメなのかもしれないと思ったもん。あの時の絶望感俺なかったよ、本当に。あのキャラは守ってほしいな。腹減ったな。モテる、カメラの下では手つないでたんだよ。いや、ないね。女の子半身向いてこうやって窓向いてたから。本当に好きな子はタクシー乗っててもこうやって見るの。だけど、あの時、俺カメラの角度でドレさんがこう放送してる時に女の子外に体が向いて、外に目線が行ってた。で、ドレさんの返事する時だけこうやって向いてずっとこれ。これ、拒否のサインだから、女の子の。絶対手つないでるなんてありえない。あのね、ほんとドレさんは恋愛下手。俺そういうのめちゃめちゃ得意だから。詐欺師って呼ばれてるんですよ、僕。それこそね、昨日の俺と心ちゃんのね、絡みを見てほしいよね。体の向きまでわかるよ。女の子はすごいわかりやすいから。テリアさんだっただけだからと。聞いてる聞いてる聞いてる、うん、それさ、今足がガックガクになってガード下がってる、今。うん、好きだったらメイネルよね。うんうん、めちゃめちゃ聞いてるじゃねえかよ、うん、あそこはね、次のデート広げるところだったよな。次会う理由を俺だったら作ってた。あの、次会う理由をね、重ねていってね、人間ってね、6回会ったら、てかね、やれる女は一発でやれるんだけど、ドレさんってストレートなんだよ。もうやれる女の確率論で攻めちゃうから違うんだよ。この人会いたいっていうのを、うまい、なんか、ナンパ師とか、モテるやつって、特別顔がいいとかじゃないんだよ。女の子が会いたい、会いたい、会いたいってなってから、どんどん予定が埋まってくんだよ。もうやめます。うん。タイヤをリスナーが持っていった。誰の話？じゃがいも王さん。タイヤをリスナーが持っていったってどういうこと？俺はドレさんのウィークポイント見つけたから。俺だってドレさんと合コンやっても絶対、俺見た目では勝てない、インテリジェンスでも勝てないけど、絶対もドレさんの方がモテるじゃん。俺女の子持ち帰るの絶対俺だと思うもん。絶対わかる。俺逆に言ったらドレさんに格闘技教わってるけど、恋愛に関しては俺ドレさんより絶対うまい自信あるもん。絶対うまい、うん、絶対うまい。ジャガイモの自動車タイヤ。ジャガイモって人知らないからわかんねえわ。うん。ココロちゃんは、あのね、ココロちゃんは、あの子は落ちない。落とそうと思えば落とせるけど、ドレちゃんは俺になびかないよ。うん。うん。うん、ぶっ殺すって。うん。家庭的に幸福な初対面の女性はパパだからダイレクトは引く。うん。
いや、心ちゃんは違うよ。心ちゃんはね、あの子はね、ガツガツ行く男が好きなの。わかった。タイプ的には、オラオラ系が好きなの。お前、ちょっと来いよっていう。えぇ、ー、って言いたいの。で、とぼとぼついていきたいの。おい、今次店行くぞって。お前空いてんだろ、今。来いよって。いや、俺暇だから、付き合え。プチって切ったら来るタイプ。俺はそういうタイプじゃないの。絶対心ちゃんはついていくよ。そう。で、それがハマってくタイプなの。で、いつの間にか好きになっちゃうタイプなの。なあ、俺のタイプじゃない。演じようと思えばできるよ。アイラタイプだね。うん、アイラタイプ。だプライベートでアイラっぽいキャラクターのやつがいて、見た目タイプだったらもう多分落とせると思う。嫌でしょ。俺のリスナーは多分ね、そういうの嫌いなんだ。キモいことするのが大好きなんだ。てかこの BGM マジいいな。この新しい BGM 当たりだろう。ずーっと喋りやすいわ。俺ナンパはしない、基本的に。ナンパはしない。ただ女くどくのはめちゃめちゃうまいよ。な、教えてやろうか。ナンパテクニックっていうか、くどき方教えてやろうか。結構ガチな話で。ガチな女のくどき方教えてやろうか。答えは一言で言うとシンプルなんだよ。俺くどかねえから。おう、ガングロいらっしゃい。バカありがとう。俺は口説かないから。目でおすすめ、本当だよ。あのね、ホストの頼朝さんっていう人がいるんだけど、目超大きいんだけど、すごいよ。この距離で、うん。本当だよ、これ。頼朝さん伝説で、うん。うん。おぉ、そうなんだって言いながら、瞳孔が開いてくんだよ。頼朝さんって。あの人クラスになると、自分で瞳孔をコントロールできるんだよ。そう。すごいんだよ、本当に。一回プロのホスト、本当のプロのホストでやって、接客されてみ？笑うぜ、本当。もう、眠くなるよ、これ。うん。あ、14オンスなんだ。すごいよ。頼朝さんって結構有名なホストなんだけど。瞳孔が開いてくんだ。もうネタなんだけど、もう女の子とかもあのクラスになると伝説のホストだから、本気で通う、もちろん、頼朝さんに貢ぐ人もいるんだけど、違うのよ。もう、シャンパン入れに行って、どんな営業なんか見たいみたいな、なんか有名人に会いたいとかだろ。で、みんな言う。頼朝さんから帰ってきたら、あのね、もう超面白いって。もう、なんか、かっこいいって。ネタだろうって思ってたけど、違うんだってもう。芸能人的にかっこいいのよ。うん。口説かないのがコツっていうのは、要はね、いきなりセックスしようっつったら引くでしょ？引くでしょ？お、俺とセックスしない？この後ホテルでって。そんなの、女の子に言わせたらダメなのよ。女の子がホテル行こうぜなんて言うわけないから。言わせないよ、そんなの。要は、付き合おうとかも言わないの。徹底して楽しませることしか考えない、俺だったら。その場にいる女の子、口説く女の子も、その場にいる女全員楽しませることしか考えないから。で、楽しかったら次会いたくなるでしょ。それでいいじゃん。それがどういうことかっつったらもう決まってるんだから、ずっと一緒にいることになるんだから。男の本音はパコリたいだとしても、女の本質に、相手の立場になってないんだって。女は好きな男とパコリたいの。男は誰でもいいんだよ。だから好きにさせないとダメでしょ。女の子をパコりたいって。和道に抱かれたいって言うんだったら、俺に惚れさせないといけないんだ。どうやって楽しませるの？それはだからタイプだよ。若い子だったら何した方が楽しいのかとか、それは相性があるのね。そう、会話とかも。例えば人によって連れてく店変わるわけじゃん。俺だから企画だったから、あんなみすぼらしい格好で心ちゃんって言ったけど、デート配信だったら全然本気出していくよ。絶対落ちてるよ。髪型もこんな赤なんかしないよ。帽子かぶってくよ、絶対。恥かかせたくねえもん。会ってすぐホテルなんか、そんな女面白くねえよ。
そんなさ、会ってすぐホテル行くような女面白いか。いや、落とせるよ。30過ぎてがっついてるのはないよ。ていうか男は全部30過ぎてなくてもがっついてたらダメだよ。だから合コンで俺がよく使うテクニック教えてあげようか。合コンでよく使うテクニック。超汚いやり方なんだけど。一番可愛い子にこうやって聞くの。席外してるときに。お前さ、この中で誰と繋がりたいって。繋げてやるよ。かっけえだろ。かっけえだろ。これ無敵だからね。自分に脈があるかないか一瞬で探れるし、それを探ったとしても傷つかないで済むし、その後貢献、すごいだろ。これでテクニックで上級者の分かったろ。なな、お前どれ、誰と繋がりてんだよって。繋いでやるよって。いいの？すごいだろ。これで分かるはずなんだよ、分かる人は。そいつに脈があるかとか全部もう線引きしていくの。これ究極の一言だから。すごいだろ。わらわらってなんだよ。なんで笑うの？ 男と女の駆け引きだなと思った。いや、別になんもないよ。和道なんだけどってなるときには、だから沈黙があるから。沈黙があるから。そのときはすっとぼければいいんだよ。あ、ごめん、つって。タイプの男いなかったんだ、つって。申し訳ないって。そしたら、次どんな男がタイプなのって。そういうやつ連れてくるからって。もうそいつと会う約束できるんだ。だろ？どんな男がタイプなのか教えてって。そしたら次、何々さんが楽しませるようなタイプの男連れてくるからさ。かっこいいだろ。で、俺に興味がなかったパターンっていうのは、それでも、もう来たくないっていうから。当たり前じゃん。男が下から行ってうまくいくわけねえじゃん。上級者でしょ。だからナンパってダサいのよ。嫌われないし、いいってなるでしょ。女の人も、別に。振られた時のメンタルの保つ方。だから言ったけど、俺はアプローチかけないの。アプローチかけないから。振られないんだよ。もうね、子供じゃないんだから、ホテルの前でさ、疲れたねとか言わないよ、もう恥ずかしい。わかるの。もうね、やれるっていう時は、女の子は俺の家にいるか、女の子の家に俺がいるよ。どっちかだよ。もうそれはやっても OK って意味なの。子供じゃないんだから。いい歳してさ、中学生の言い訳じゃないんだから、部屋入れたらさ、やれると思って勘違いしたとかないでしょ？みんなないでしょ？おばさまたちないでしょ？もう30過ぎてる俺のリスナーだって、今だったら言えるでしょ？部屋に入れたら OK ってことでしょ？そういうタイプの人には告白してあげるんだよ。そういうタイプの人っていうのは、素敵なレストランとかで告白されたりとか、夜景見ながらのパターンなの、マリアちゃん。いや、ベタな子なの。ベタベタが好きな人にはベタベタやるよ。正解でしょ？若い時は言うよ。部屋あげたらやらせるなんてないよって、10代の子たちは言うの、20代の子たちは。ね、勘違いしないでほしいよねって、部屋にあげたらちょっかい出そうとしてきたのとか言うけど、あれは照れ隠しなの、同性に対する。むずいでしょ？だから男は真に受けちゃうのよ、それを。そう、男と女が部屋に入れるとかさ、部屋に行くっていうのは一緒にいたいってことなんだから。部屋に入れるのが大変だから、それが下手なんだって。もうね、リサーチの段階で、俺はゲーム好きとか何々って、もう2、3回前に会ってる時にもう調べてるから。え、何々の新作の映画がとか、なんとかが好きでとか、部屋に用意しとくの。
家にあるよって、好きな食い物あるよって。要は女の子もそれが映画が理由じゃないの分かってるの。でも映画、その行きたいっていうきっかけが、言いやすいきっかけを作ってあげるの。これ正解でしょ、女の子。女の子だって部屋でパコりたいって言いづらいのよ。部屋行ったら私軽いと思われて恥かきたくないの。そうじゃないの。好きな人はもう確定してるのよ。だけど、その時に誘いやすい。私も、それなら行きたいっていう風になるアプローチを仕掛けた。これをエスコートっていうの。これができないんだよ、男は。正解でしょ？うん。もう、前の段階に決めておかなきゃいけないの、それは。正解でしょ？それがマナーなの。男がやらないといけないことなの。これができないとダメなの。ドレさん聞いてる？ドレさん！アメバ見てる場合じゃないよ。亀田光輝とかいいから。ドレさん聞いてるかな？そう、不器用なんだよ。イケメンに限らないよ。イケメンに限らない、全く。本音で、自分が本音だからって彼女を本音を強要させたらダメだよ。彼女だって怖いんだから。彼女の方だって私振られたら嫌だって思ってる。傷つきたくないんだから。そういう男なかなかいないのは、だから男が下手になってるからだよ。恋愛を。男が恋愛下手になってるからだよ。金出せやいいと思ってるからだよ。バカだから。単刀直入にパコりたいって言ったらさ、女の子の気分になってみてあげて。見ず知らずの人にあなたとセックスしたいんですって言った時にさ、どう思う？男の感覚と違うから、男は誰とでもやれるの。それが種の生存本能だから、種を多く残すってことは、女の子は種を一個しか宿せないの。だから、一番いい遺伝子が欲しいの。一番いい人っていうのは好きな人のことね。好きな人とだけセックスしたいの。わかる？そう。うん。だし、女性に対して失礼だよ。あなたとセックスしたいっていうのは。自分の気持ち伝えればいいわけじゃないでしょ。相手の気持ち全く考えてないじゃん。それって失礼な行為だと思うよ。うん。言い方はスムーズじゃないと。もちろんね、今はポイントポイントで端折ってるけど。うん。ポイントポイントは端折ってるけど、ここまでゴールを導ける男がさ、その途中のトークでヘマするわけないよ。要は誰に対してもそれやったらアホだよ。もちろん段階があるの。うん、席座って、目を見る時間とか、うん。失礼でもいいんだ。うん、まあ、キャバクラでそれやったら俺は笑うけどね、隣の客は。そういうやつは大体キャバクラでやってんだよ。うん、それは金もらってるから相手がプロレスに付き合ってくれてるだけだからね。俺が言ってるのはストリートの実践の話だから。男の感覚と女の感覚違う違う、全然違う。そうだね、捨て頃終わったからかな。まあ仙台からスタートかどうかわかんないし、そのまま岩手行っちゃうかとか、北海道からとかいろいろある。そうそう、段階踏んであげるのよ。ほぼ情報戦だと思っていいよ。相手が何好きなのか、例えば芸人さんとかが好きだったらさ、ね、芸人さんとのライブとかさ、DVD でもいいじゃん、何でもいいんだよ。相手のために動いてるかっていうのを女の子見てるから、あ、この人こんなに覚えててくれたんだって。食事は基本だね。だから、合コンの後にパコろうなんて思ってるやつはダメだよ。まあ、パコれるかもしんないよ、確率的に。でも俺はそんな軽い女釣りたくねえから。うん。そう。それよりもデート楽しんだりしたいから、飯でも行かないっつって。で、そこに、ね、あれ、なんか、吉野家に連れてくとかもう考えられないから、店はちゃんといくつかピックアップしておいてほしいけどね。どういう系なのか。相手がね、
気楽に居酒屋で話したいっつっても、チェーン店じゃなくて美味しい居酒屋さんとか用意してるかとか、おごってくれない男性の心理はマリアさんに価値がないと思ってるんだろうね。マリアさんに金を出すほどの価値がないっていう判断をしてるんだと思うよ。うん、俺は初デート新横浜だったんだけど、嫌いな食い物とかさりげなく聞き出して、店も偶然見つけたと予想ってリサーチした店に連れて、ああそれだよ、うん、それが紳士だよ。え、そういうことでしょ、おごってくれないってことは、うん、食事は割り勘ダメだよ。しかも店の前で俺が出せよなんてクソダセーことしたらもう俺は引くね。そんなん彼女が席外してるタイミングとか、もしくはもう予約した段階で預けておくんだよ。本当にできる男は予約した段階でもう先に預けておくから。そのまま素通りすんの。それが一番かっこいいの。うん、で、えって言ってくれるから女の子。私出すよって悪いよって。男が出すのは当たり前だと思ってるからって言わないとダメなの。うん、俺が誘ったんだから俺に出させてって。それは俺に見え張らせてって言うの。今日は何々さん誘ったの俺だからって、俺のためを思って俺に見え張らせてって。そしたら女の子、ああいいんだって思うから。映画とかいいんじゃないの。映画の内容の選び方もちゃんと考えないとダメだけど、うんうん、そうそうそう、だから店の前でもた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 、なんか誰々が割り勘がとかやってるとかっこ悪いから、女の人にも恥かかせることになるんだよ。トイレ行ってる間にスッて出すのも基本だけど、予約してる時にパッてもうこれで、あのこれ足りるっつって多めに渡しておけばいいんだよ。そう、言い方も大事よ。本心で思ってないとダメなんだよそれを。割り勘ばっかり頼んでます。いいんじゃん、別に。それはそれで。エヴァンゲリオン見に行こうよなんかもう最低なセリフだよ、ほんと。絶対行かねえわ。俺、映画館のデートは行ったことないな。うん。付き合う前におごってくれないなんて終わりだよね。舐められてるんだと思うよ。なんか俺マリアちゃんのこといじめてるみたいだけど、俺本当にマリアちゃんのためを思って言ってんだけどね。なんかごめんね、あのマリアちゃん、あの本当に多分なんかどうでもいい女だと思われてんだと思うよ、その男性には。なんだろう、俺が別にねそうしてるわけじゃないのに、なんか俺がマリアちゃんのこといじめてるみたいになってるよ。まあ割り勘が普通なんでしょ。それがでも女の人が言ってた男女平等、男女平等って叫んだ結果こうなっちゃったんだからね。男女平等にろくなもんなんかないよ。女も女の楽しさ、男も男の楽しさをできるには男女平等なんかしない方が両方楽しかったんだから。男女平等にしたら女の方が強えだろ。ただでさえハート強えんだから女は。うじ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 前の女の話してんの全員男だろ。女なんか一回泣いたらもう次の男に行ってるわ。一回わーって泣いてもう忘れてるから。女の方が強えぞ。男はいつまで経ってもうじ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 前の女がどうのこうのかっこ悪いよ。女の方が強いんだよ。女一回わーって泣くから気が狂ったように。次の日には忘れてるから。一円単位で割り返する男いたけど次はない。絶対ないよ。女って男女平等にした結果不幸になってる。そうだよ、うん、今の若い世代は年収低め。そうだね。私は割り勘とかあまりなかったな。女の子同士は割り勘だったか、うん、あ、忘れてないタイプだ。そのタイプはね、ゆうちゃん答えを教えてあげようか。未練のある別れ方をしてるんだよ。
要はね、お前のことまだ好きだよってね、悪い男に言われちゃうタイプ。別れた後でもうじゅうじゅうじゅうじね、俺まだユウのこと好きかもしんねえわとか言われて、そのなんつうの、キープされちゃうかわいそうな女の子なんだよ。でしょ、当たってるでしょ。男と連絡取り続けるパターンなんだよ。3日で忘れるんかい。まあレディーファースト基本だよ。うん、だけど女性が今度逆になるんだからね、奥さんになったら逆になるんだよ。これはそれは今度は男性がそれそれっていう正解っていうパターンだけど、男は結婚するまではその徹底的に女性のことそういう風にしてさ、今度は逆になるんだよ。女性の方が結婚したから難しいよ。うん、そう、今度会社勤めてる旦那さんがあれやべえお歳暮忘れてたって言うと、あんたバカねえって、私があなたの名前でもう送ってあるわよって、お世話になった誰々さんと誰々さんでしょって、これができる女だからね、うん、今度は女の子も女の子でそういうことができるようにならないとダメなのよ。男ってバカだから、あ誰々さんに何々するの忘れてたって、まあ、あんたの名前でもう終わってるわよって、そう、いいよ、超いい女でしょ。あこいつだってなるでしょ、うん、そう、それが本当の、あうちの嫁すげえなってなるのよ、うん、あこいつと一緒になってよかったなって、うん、旦那より先に動かないとね。旦那の稼ぎが良ければいい奥さんになるって言ってるのは、まずいい男を、稼ぎのいい旦那を捕まえる器量はないよ。うん、ない。お歳暮とかもそうだしさ。別に金額じゃないのよ。そう。その、例えばさ、自分の奥さん側の旦那さんとかにお歳暮とかを自分の名前じゃなくて旦那名義で書いておくとか。そういうのできないとダメでしょって、うん、そしたらあなたうちの両親に会いやすくなるでしょって、だいたい仲悪いんだから、うん、でしょ。で旦那さんの方には、あの旦那さんの家族の方には夫婦宛てで入れてるからってとか、うん、違うんだよ、器量がないから稼げないんだよ。逆、器量がある男も女も稼いでるよ今の時代。要はね、バカになってるの、バカが増えてるの、そういうことができなくなってるから稼げなくなってきたの。だんだん稼げるやつは5万と稼いでるよ。今の彼女と俺の嘘が原因で一度別れたけど、向こうがやっぱバレーニョいないと私ダメだって言ってくれた時は一緒、あーそれは一番嬉しいセリフだね。うん、バレーニョ、誰々がいないと私がダメだわっていうのは、男が、それは、その彼女が、その、すごいよ。そのセリフはなかなか出てこない。男が一番嬉しいセリフだもん。おごらない男、ダメな男じゃないの。あのね、自分が好きで、自分が惚れた女にすらもおごらないような器量のない男はダメだっつってんの。全員におごれなんて言ってないから。ゴミみたいな女に金なんか出さなくていいんだよ。わかる？惚れた女とかやりたいって言ってる女にそんなこともできねえやつがやりたいとか抜かすなっつってんの。うん、そう、ダメじゃないけどダサいっつってんの。そう、だから別に、うん、悪いかん、ね、もう こいつらゴミクズだなと思ったら速攻帰るもん俺、うん、あこいつらと俺合わねえわって、うん、そしたらもう全然、あ先に自分の分出しといたからつごめん時間がないっつって帰るよ、うん、すぐ帰るよ俺、うん、バカっぽいやつらとかいて面白くないやつとか最後までいるもん、楽しかったらリターンなんか求めなくていいんだよ、うん、この人にリターンしたいなって思わせないとダメなんだよ、うん、俺はリターン求めないから別にそれっきりでもいいんだよ。あこの人になんか返したいなって思ってくれるような人がいいから。誰と比べてダサいか、誰とも比べてないかな、俺は。自分基準かな。誰にでもおごる人は金銭感覚大丈夫かって不安になるわ。たまに
いるよね。でも大体金持ちだよね。でも別に食事も家でいいんだよ。自分で料理覚えて、本当にちょっと凝ったものとか作れるんだったら、家でさーって。ごめんねって金ないからさーって。でも俺これ結構自信あるからちょっと味見してくんないとかでもいいじゃん。嫌味じゃないじゃん。俺料理さ、今勉強しててさ、ってこれ作ってるんだけど、って。味見してくれる人いないからさ、って。ちょっと、アドバイスくんないって。料理うまいっていう子だったらね、相手が。じゃあいいよって言ってくれるでしょ。体もらうにはね、ある程度お金いるとか、そういう感覚、足し算引き算じゃないんだよ、感覚的に言ったら。金も出さないようなやつと抱かれたいと思うか。そういうことなんだよね。いくらでやれたとか、俺嫌いなの。いくら、あの女にいくらかかったとかじゃないんだよ。要はね、金も出さないようなケチな男に抱かれたくないよ、女の子は。うん。金でぐだぐだ言ってるのと嫌なんだよ、女の子は。小せんだよ、女の子からすると。女の子金金してないから。そうじゃなくて気持ちで動くんだよ、女の子って。空気読もうね、英雄。味見しに来てもらってパコれる。いや、パコるかどうかわかんないけど。俺だったらそのまま外連れ出すけどね、来てくれたら。タバコ買いに行こうかな。ねえ、金の話なんかくだらないよね。でもね、キャバ嬢のタイプの子は金はすごいうるさいよ。俺はなんかキャバ嬢タイプの女嫌いなんだよね。せこさが見え見え、そうそうそう、なえるんだよね。女の子はもう一回ダメだと思ったら脈ないから。パフェありがとう、サボさん。童貞じゃない人ってやっぱり考え方がイケメン。ああ、いや、格好悪さを積み重ねてきたからじゃん。これやったらダメなんだっていうのってあるよ、男にとって。俺何個もあるよ。ドレさんがモテるようになる話です。そう、女の子は一回ないと思った男と結ばれることはないから。女の人は最初100点で減点方式なの。男はプラスポイントがあるの。プラスになったりマイナスになったり。女の子は減る一方だから。最初好きから100点から入って、どんどん減ってくの、うん。おならをするとか、洗い物をしない、洗濯をしない、休日は家にいるとか、臭いとか。だから最初味噌かすに言われる、うん。ある程度年重ねてるっていうのもあるでしょう。まあね、だから相手の年齢によってアプローチは全然違うよ。うん、俺金、そんな好きじゃないよ、別に。金なんかあれば、あるだけいいと思ってるから。うん、そんな、普通の人と一緒だよ。いっぱいあれば嬉しいなって。少なかったら辛いなって。でもね、貧乏でも楽しませるやつは楽しませることができるし、楽しい人は楽しいし。金なくても楽しいよ、俺は。うん、女の子はね、評価すんなやっていうわけじゃなくて、そういう生き物なの。みんな、最初は好きって結婚とか付き合うっていうのは 100% 好きなんだよ。そっからだんだん慣れてくの。休日は家にいるって理屈。あ、それはだから自分ポイントがあるんだよ。例えばカレンちゃんは、いや、家でまったりしてる方が好きだけど。例えばカレンちゃん、じゃあカレンちゃんが逆にマイナスポイント俺言ってあげるよ。休日はずっと外に出て私に構ってくれないっていうのが減点ポイント。これは正解でしょ。多分カレンちゃんはそっちタイプの。要はそれは減点基準っていうのは本人によっていろいろあるから、それは相性だよ。多分ね、家に一緒にいたいタイプなの、この子は。だから、熟年夫婦の嫁さんは旦那を足気にしてるのか。そうだよ、女の方が強いんだから、さっきから言ってるけど。私結構デート中、おなら我慢できなくて困ってます。それは、病院に行ってください。男は可愛いか、スカイルとか単純だね。だから男は誰でもいいのよ。さっきも言ったけど、男っていうのは、種の、生存、要はより多く種を残すことが使命だから、動物的に言ったら。だから何人とでもできるように設計されてるし、どの女の子でもチンコ立つようにできてんの。
好きあらばやりたい。女の子は種を長期間1個しか宿せないから、一番好きな人としかやりたくない。その種を浮気されたら困るから、だから女の子は嫉妬するのよ。クソ女って何？誰がクソ女って言ったの？え？パコって幸せ、そのためなら駆け引きもする。俺は駆け引きはしないね。男は基本的に誰でもやれるよ。ただ俺はそうじゃないからね。俺は好きなになった人としかやりたくないから。なんでかっていうと、好きな人と結ばれた方が幸せでしょ、女の子が。女の人に対して失礼でしょ、好きじゃない人を抱いちゃうっていうのは。そういうことはしたくない。それが一番傷つけるから、女の子。女の子が俺のこと好きだとしても、俺は好きじゃないと君のことを抱く気はないよって。本能の話ね、今話してるの。でも本能で動いてる男は多いから。だから俺は好きなことしかセックスはしたくない。でもたまにいるんだよね。和道さんにだったら傷つけられてもいいんだっていう人が。困っちゃうよ、おじさん。誰でもいいって当たってると思う。まあ、男はだって、だから風俗産業、ね、女の子の風俗があるけど、男は風俗ないんだよ。男の風俗もあるけど、すごい、マーケットが狭いでしょ。男が誰とでもできるっていう、その、あれを利用されてるんだよ。旅行一緒に男友達起きるけど何も起きないわ。それはまあ特殊でしょ、でも。だからそういうのもあると思うけど。でもそういうのに限って結婚したりするんだよ。ダンフはあんまりいないよ。超特殊なんだよ。たまにいるけど。俺はでもジゴロキッスだと思うよ、自分で。プロ売春婦やればいいんだよ、俺なんか。和道と金払って割り切りたいっていう人いっぱいいると思うよ。腹減ったな。俺はだから風俗行かないから、風俗も別に困ってないから女に。別に。女で困ったこと一回もないから。だって誰かと別れたらすぐ名乗り出てくるもん。私、和道さんと付き合いたいっていう人が5万といるから。タコスある。あ、タコスあるか。でも、タバコも買いたいからさ。風俗は浮気に入らない派なんだ。すごい。のんちゃんはコメント書く女性リスナー浮気だって言うから。最初はね。コラボでも浮気だから、ね。すごいよね。モテるとは思わないけどね。だからね、女の話やたらするやつに限ってモテないやつだと思った方がいいよ。女とデートしたとか、女と何々でさとかいう配信者いるでしょ。あれってモテないから自慢すんだよ。女の、あのモテる配信者って女の話しないでしょ。イケメン系とか誰々と会ってさとか言わないでしょ。常に女と会ってるから当たり前だからなんだよ。モテる配信者言わないでしょ、女の話。リスナーとデートしたとか、誰々とって。それが日常だから言う必要ないの。自慢にならないと思ってんの。モテないやつほど自慢するんだよ。のんちゃん俺のこと愛してるからね。女遊びなんかしないよ。女と遊ぶの、俺は。女遊びなんて失礼なこと考えないから。女の子と楽しく遊ぶだけだから。女の人は道具じゃないから。
本命の男には強く出れなくなっちゃうんだよね。それがね、恋でしょ。たまに女の子と遊ぶのが楽しくない？俺楽しいよ、全然。でもまあ、やろうと楽しんでる方が好きだけどね、タイプ的には。うん、あー、つまんないよね。あー、カウパー大佐いらっしゃい。こういう話好き？タバコ買いに行こうかな。初見さんいらっしゃい。もし面白かったらフォローしててください。頑張ってね、ゆうちゃん。俺もあと10分で一応、タバコ買いに行って、どうしようかな。何しようかな。つまらない？何が？何がつまらないの？電車でのんちゃんの家行かなかった。下手に刺激すると、多分今良くないだろうなと思って。自殺するとか警察呼ぶとかなるから、放送のネタでしょ、それこそ。もう分かってるから。だから2、3日落ち着いたらひょっこり帰ってきたら来たらでいいし、それが俺にとっては日常だから。和田さんただいまって言って、そこに寝てるから。それがなかったら考えるよ、ちょっと。いや、俺起きたばっかりなんだよね、まだ。パコワンって気分でもねえな。トレーニングしようかな、今から。ちょっと考えるわ。筋肉痛は全部取れたから、全回復したから。うん、あー、女慣れしない男は話もつまらないってことね。そうそうそう。言われたんだよ。そう、多分ね、それを言うの最近のリスナーさんなんだよ。のんちゃん追っかけてあげなくて大丈夫って。もうのんちゃんとお付き合い一番長いの俺だし、のんちゃんのこと一番理解してるのは、それが一番いいんだよ。うまくいってる時はそういう時でしょ。のんちゃんがひょっこり帰ってくる。しょぼーんって言うし、和田さんごめんなさいって言って帰ってくる。うん、のんちゃんが一番辛いんだから。え、一般人？どうだろうな、あんま興味ないかな。え、だって負けてないでしょ？まさか。カメラ勝ち続けてんでしょ？どうせ。結果が見えてるじゃん。結果は見えてるじゃん、どう考えても。いいよ。カメラが勝つんだよ。今やってんの？あ、ジョーがやるんだ。ジョーは見たいかな、ずっと。あ、そうなんだよ。だからね、みんなね、顔がいいからとか、金持ってるからっていう男は錯覚をしてるんだよ。じゃなくて、女の子が一番求めてるのは安心感なんだよ。安心感と面白さなんだよ。女の子が一番恐れてるのは傷つくことなの。で、脈のない子にガツガツ絶対言ったら、脈のある子前提だからね。今度はじゃあ脈がある子のサインを見せてあげるよ。見せてあげるっていうか、教えてあげる今度。これは脈がある子前提、全員にこれやってるわけじゃないから。うん、初見さんありがとうね、父さん。父さんよかったらフォローして。もちろんだよ。そうそう、俺は普通にお帰りって言って。別にね、四六時中俺と一緒にいたいわけじゃないでしょ。
いや、脈がないのにガツガツ行く人結構いるよ。いや、恋愛構造を今話してたんじゃないの？あ、まあ今は口説き方みたいなのによってだけど。うん。あ、父さんフォローありがとう。昨日の女の子どうなったの？あのね、俺は絶対手出さないよ。じゃ裏側のこと言ってあげようか。うん。まずね、彼女はアイドルなんだよ。アイドルっていうか、まあ AV 女優って今アイドルなんだよ。で、あんなに可愛くてあんだけ出演数が多い子に裏にヤクザがいねえはずねえだろ。あの子に俺が手出すっていうことがどういうことか分かってるよ、俺だって。バカじゃねえんだから。モテるんだよ。あの子だって毎日毎日声かけられんだよ、男に。いっぱいいるよ。パトロンもいい男も。そこまでバカじゃねえわ。男見る目あるんだよ。ああいう女の子は。ああいう可愛い女の子は。そこまで腐ってねえよ。あ？違うの？心ちゃんの話じゃないの？うん、そうか。ごめん。そうだよ。そこまでバカじゃねえよ。童貞に未来はありますか？俺は童貞は魔法使いだと思ってるから、うん、童貞はアートをやった方がいいよ。あ、のんちゃんの話だったの？ごめん。釣り合いますよとかじゃなくて、俺はだから一番、まあ、さっきから言ってるけど、俺の気持ちがどうこうじゃなくて、俺のこと好きだと思ってくれてるかどうかしか興味ないから。俺はいつも言ってんだけど、俺の隣にいるのがふさわしい女は俺のこと好きな女だよ。うん、私が和道さんのこと世界で一番好きって思ってる女が俺の隣にいる女だよ。うん、だからそれは入れ替わってくんだよ、うん。それでいいと思ってるから。俺は選ぶ立場じゃないから。全人類の女が俺の隣にいるチャンスがあるんだよ。俺は拒まねえよ、それは。心ちゃん AV 女優だよ、うん、可愛くないと AV の出ないかんね、今ブスは出れない。 AV 女優いいじゃん、立派な職業だと思うよ、うん、別に普通に何にもない、別に普通に世の中にある職業の一個だと思ってるけど。でアイドル業でしょ、うん、別に何にも思わないよ。だって俺実際、ま、元カノ AV 女優なんだから暴露されてんだから AV 出てたの。何も思わねえ。全員俺のそばにいればいいじゃん、うん、結婚願望なんかあるわけねえじゃん、こんな片輪だぞ俺。なめんなよ、片輪の気違いだぞ。結婚なんかできるわけねえだろ。そうだよ。AV 女優は俺たちの母親みたいなもんだから。マザーだよ、マザー。じゃあみんな一回お疲れ様です。アイテムありがとうございました。コメントと閲覧たくさんありがとうございます。一旦タバコ買いに行きます。おつでーす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。